ね、ツイッターで。ああ、ごめんなさい。本当にたまたまなの、このガムちゃん、ガムちゃんね、今ね見せてあげたいんだけどね、なんて言うんだろう、ここにいるんですよ。あのなんて言うんだっけ、ブランケット、毛布の下にいます。だからちょっとね見せられないんだよね。さてメイクでもしながら配信するか。ちょっとさ、なんかさ、インスタグラム皆さん見てくれましたか？なんかルカティンが牛メイクって言ってきて、牛メイクって何って感じなんですけど、今すごい困ってて。何ですか牛メイクって。やりませんけど。でもなんか髪型だけみんな牛にしてるらしいから、私もちょっとなんかこう、なんていうんだ、こういうなんかこういう髪型をしてちょっと出られたらなと思ってるんですけど、それで許してくれますかね。許してくれるのかな。ガムシ、ガムシあったかいね。ガムシが太ももの下に手を突っ込んでくる。あったかい、ガムちゃんいるとマジであったかい、ぬくもりが。あゆかぴょん、あゆかぴょんの牛さんを参考にすればいいんだ。わかった。じゃあちょっと後で自分で開演したらちょっとやろうかなと思います。開演時間今日何時ですか？いつも通りかな、6時半なのかな。皆さんぜひ今日チーム K2 公演見てください。アフタートークはなんか YouTube でも配信するらしいので、ちょっと見てください。あ、6時半なんだ、いつも通りなんだね。ちょっと私はまあちょっと今日ズームだけなので、ズームというかあの本当に映像の出演だけなので、ちょっと軽いメイクを、まあコンシーラーやっておしまいでいいかなみたいな。手抜きをしようかなと思ってます。なんで今日公演いないの？いや、それは定員オーバーです。定員オーバーで出演できません私は。K2 は15人なので、12人公演なので、今は普通に定員漏れです。そう、今日めちゃくちゃ出たかったんだけど、てかもういつの間にかさ、ファンの人にもさ言えないままさ、今年の公演納めをしていたという。ちょっとね、私ね言いたかったんだけど、今年がこれ最後ですって、15日に出た公演が最後だったのかな、多分。だから言いたかったんですけどね、ちょっとその時には出演メンバーを、29日の出演メンバーが発表されてなかったので、ちょっとなんかね、そういうのってネタバレみたいになっちゃうからさ、言えなくて、ひっそりこっそりラスト公演でした。15日の公演が、下パジャマでも許されるズーム。そう、私ね今下めっちゃ部屋着、立ち上がれないような格好になってます。軽メイクで、まあでも TikTok も撮んなきゃだからね、軽メイクです。あ、そういうことか、明日が劇場納めって言っていいのか。そっかそっかそっか。でも違う、K2 公演はもう、だって明日特別公演みたいなもんじゃん。K2 公演は本当に15日がいつの間にかラストになってました、私は。そっか、確かに明日もまあ劇場行くっちゃ行くから、明日が最後って言っていいのか。今最近の部屋着はちょっと変えたんですよ。なんかね、着圧のなんかパジャマみたいなやつがあのメディキュットから出まして、
そう、それをね使ってるんですけど、女性の方います、本当。あ、でも男性も履けるのかな、わかんないけど、マジおすすめです。なんかパジャマみたいにゆるゆるなのに着圧っていう、なんかめっちゃ不思議なやつで、一着しか持ってないんだけどね、ちょっとお気に入りになったので何着か欲しいなと思って。こんなもんでいいかしら、こんなもんでいいかしらまあそんな劇場とはいえ映んないと思うんだよな。とか言いつつ厚塗りしちゃう待って、どこまで塗ろう。なんかこの鼻さ、鼻なんでここ黒いんだろう、めっちゃ黒く見えるんだけど、なんでだろう。ちょっとほんと今日公演めちゃくちゃ出たかったんですよ私。なんかさ、みんながさ多分ワイワイやってるのに、やっぱ一人で家にいるっていう状況がなんか許せないじゃないですけど、なんか寂しすぎる、もうハブられてる感じの感覚に陥ってしまう。私も劇場行ってみんなとワイワイしたい、寂しい。斜め前髪かわいい、これ斜め前髪っていうのかなでも私本当に、あ、明日ね、明日の特別公演といいますか、でもう久しぶりにこのさ、なんかこういう分け目のさ前髪をやろうか迷ってんだよね今。ちょっと髪飾りにもよるんですけど、この前髪を久しぶりにやってみようかな。ゼップ以来かな、ゼップのライブ以来かもしんない。ちょっと明日やろうかなって思ってます。今日本当はね、あの劇場公演を見学したくて、そうお願いしたんだけどダメでした。今日はちょっと忙しいからって、マネージャーさんが忙しいからって感じで今日は行けませんでした。行きたかった、見に行きたかったぜ。そう明日ね、斜め分けの前髪しようかなって思ってるけど、でも分かんない、髪飾りが似合わなかったら斜め前髪はちょっとやめますけど、髪飾りいけそうだったら明日斜め前髪にしようかなって思ってます。最近9点とか9点でコスメとか買ってる。え、買ってますよ、こないだの目代わりで爆買いです。コスメ系じゃなかったけどな、でもこないだ買ったのはコスメ、なんて言うんだろう、スキンケア用品を買いました。こんな早い時間からさもうメイクしちゃってるんですけど、出演めっちゃ遅いんですよね私、多分8時とかぐらいなのかな、公演終了後だからさ、マジ全然まだメイクしなくていいんだけど、なんかノリでしちゃった、ショールームやってるからかな、なんかノリでし始めちゃったよ。髪飾りの指名できないの？だいたいなんか衣装でこれっていうのが決まってるから、そう変えたいっていうのもできるけど、まあちょっと迷惑じゃないですけど、なんかね苦労をかけてしまうので、メイクさんになるべくそのままのやつをいつも
きます。のチームイアフタートーク1時間ぐらいやってた。あ、多分 K2 もそんぐらいやるんじゃないですか。多分アフタートークっていうかあれですもんね、トークショーみたいな感じだから、多分 K2 もそんぐらいやると思うんだけどな。え、昨日ですね、まつげパーマに行ってきたので、目のメイクはパーマが取れないためにも最小限でいきます。服かわいい、やったー、嬉しい。この襟にするといつもみんなに褒められる。ガミちゃん暑いの？暑いの？出てきなよ、ショールームやってる。ガム、ガム、さっきなんかズームのリハーサル、ズームというかそのトークショーだけ私は出るので、トークショーのリハーサルの前にちょっと待機時間があって、もうズームはつなげてたんですけど待機時間があって、その時間でゆずきと、まあ、スタッフさん、その映像を管理するスタッフさんとだけつないでたんですけど、そこでもう私がなんかガムが背中乗ってきて、でガムガムちゃんって言って、なんか音とか映像は切ってたんですけど音とか入ってないと思って、なんかすごいガムに甘えてたんですけど、なんとそれが普通にスタッフさんとゆずきには聞こえてたらしくて、ゆずきが途中でしおりみたいな、しおり音入ってるよって言われて、え、待って待って、めっちゃガムちゃんに今甘えてたみたいなはずと思って、ガムちゃんに甘えてた声をゆずきとスタッフさんに聞かれてしまいました。めっちゃ恥ずい、とても恥ずかしかったです。本当気をつけてくださいね、ズームってそういうこと起きる時あるんで、本当に恥ずかった。あれは甘い声出してた。二人でいるときしかね、ガムちゃん出さない声出したね。びっくりしたね。ね。恥ずかしかったね。ガムは恥ずかしくないか。ね。ガムどうしたの？遊ぶ？遊びたいの？眠いの？わかんないよ、ガムちゃん。うわ、痛い、噛まれた。ガムダメだよ、今日ズームの時それやったらみんなに嫌われるでね。ダメだよ、やっちゃう。ちょっとね、今日のねトークショーではガムが可愛いって言われるようにちゃんとアシストしてあげないと。ガムの可愛さを伝えよう、トークショーで。ガム舐めよ、舐めよ。ちょっと眉毛が定まらない。はい、公園の準備を今してます。あ、出かけると思ってるからなんかちょっと今寂しそうな感じだったんだ。ガム、お出かけしないよ今日も。大丈夫だよガム、一緒にいるよ。そういうことね、だからちょっとガムちゃん悲しそうな感じだったんだ。
配信なので鼻はめちゃくちゃ小さくします。削ります。あお、落としちゃった。よし。そしてその色を変えていきます。ダメよガムちゃん、これダメ。あ、今インスタグラムで質問箱というかなんか質問できるようなやつを設置してるので、なんかよかったら質問してください質問してください。合ってるよね。なんか送ってみてください。答えます。多分答えます。牛の話が気になってきましたありがとうございます。なんかそう、最近さ、そのさ、ちょっと大げさになんか YouTube のさタイトルみたいな感じでさ、ちょっと大げさに書いちゃうんだよね、 Twitter のさ共有用の言葉。ちょっと大げさにしちゃうんだよね、みんなに見に来てほしすぎて。でもただ牛メイクってなんだろうっていう話をするだけっていうだけなんですけど、あの形式ってどれくらい質問くるんですか、答えてもらえないかなといつも思う。え、本当ですか。まあでも割と来ますけど、なんか本当にそう、でもそうだよね、私も数をあんまさこなさないからさ、みんなのやつ全部答えられないんだよね。それは申し訳なく思うわ、いつも。あとさ、やっぱさ、なんかさ、何？返信しすぎるとストーリーのさ上のとこがさ点線みたいになるじゃん。あれってなんか他のさフォローしてる人からしたらうざいかなと思って、なんか遠慮しちゃうんだよね。あんま答えすぎたらうざいかなみたいな。牛メイクですか、あれエゴさんですか。エゴさんいますね。これぐんが牛メイクしませんよ。てか牛メイクって何、マジやばいじゃん。ズームでさ最初なんか途中から出てきたやつがさ牛メイクってやばくない、マジ。
もうみんな牛メイク期待してんじゃん。やめて、ほんとやめてよ。できないって。黒く、なんか固めの方を黒く塗るみたいな言われたんですけど、え、何で塗るの。はい、マジックですか。私明日公演なんですけど、マジックで塗らせようとしてる、もしかして。いいな、劇場行きたいよ。何してんのみんな。今日もマック食べてんのか。マジ羨ましいんだけど。すでに牛っぽいね。は？どういうこと、ゆきちゃん。うざいんだけど。すでに牛っぽい、うざいんだけど。何も意識してないのに牛はまずい。まだ何もさ、何も意識してないのに。なんで牛になっちゃってんだよ。もう牛感出てんのまずいだろ。素の牛じゃん、それは。素の牛が出ちゃってるよ。くんなじゃないよ。ねえ、ルカうぜえ。くんなじゃないわ。行くよ、全然行くよ。今からでもチャリとか乗ったらもうほんとすぐ着いちゃうからね。すぐ行っちゃうよ。うわ、今の捨てなきゃよかった、ティッシュ。もうちょっと使えなかった。すぐ行っちゃうよ、全然。こっそり行っちゃうよ。今日マネージャーさんに断られたけど、こっそり行っちゃうよ。なんでいいかな、もうメイク。ねえ、ちょっと何、ウシリンって何、うざいんだけど。何これ、ウシリン、やばいじゃん。ウシリンって何、変なの作んないでよ。もうこれでいっか。なんか下手くそかな。あ、アイラインしてないから薄いんだ顔が。なんか変やと思った。あれ、みんなもういなくなるの。うわ、寂しい。寂しい、急に寂しい。それは、それはそれで寂しいな。いいな、楽屋でワイワイしてんだろうな。え、マジなんで今日出てないの、ほんと寂しいんだけど。ねえ、なんで、なんで私今日出てないの公園。マジ暇すぎて買い物も行ったし、年末の買い物に行ったし、美容院も行っちゃったんだけど。普通に公園出て、公園出たいんだけど、本当。リモートでも十分存在感出せるってことで。いや、もうそんな風に言ってもらえたら本当に嬉しいんですけど、でも正直リハからもそうだったんだけど、なんか向こうの雰囲気がリモートだと全然わかんなくて、
とかやっぱ、ね、回線の問題でさ、ちょっと時々聞こえない時とかあるじゃん。それが何回も起こるからさ、なんかやっぱリモートめっちゃ苦手なんだよね。この間もさ、リモートで打ち合わせしたんですけど、もう何言ってるか分かんないし、途中で入るのがねすごいね苦手だから、途中で入ってくのがね、 MC とかもそうだけどさ、だからさ全然入れなかった打ち合わせもなんかみんなに振ってもらうまで全然喋れなくて、私結構人見て話してるのかな、人が人の顔色を伺って生きてるタイプだから、ちょっとリモートめっちゃ苦手なんだよねルカ見てたんかい、まだ見てたんかい。めっちゃ苦手なんだよね。だからもう今日多分喋んないです、本当これガチでリモートマジ喋んないかもしんない。許してね、みんなそれでも許してね。ね、なんで今日の MC ここで喋ってるの？そっちでやればいいじゃん。なんでわざわざここでやるの？ね、必要？ここで MC についてネタバレになるよ。しかもやめな、エゴさんやめな、ここでやんの。あ、お題ちょうだい。牛好きな牛肉の部位。これ前やってたよね、待ってなんかやって、やっぱいいや、うぜえうぜえ、ちょっと答えた後それはきつい、待ってそれはきつい、答えた後それ言われるのきついわ。もう答えちゃったしな、今はずいな、ちょっと考えたのはずいな。チームイでやってた。そうなの、やってたんだ。いやでも K2 もさ、前さアフタートークやってた気がする。わかんない、私の記憶は正しいけど、ちょっとみんな見て、天使見せてあげる。ででーん、かわいい。ガムこっち見て、こっちか、ガムこっち見て、かわいい。天使ちゃんだ、天使ちゃんだね、ガム天使だね、かわいいね、よしよしよし、首気持ちいいね、ガムねえ気持ちいいね、ガムカ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 ム、かわいいね。ちょっとごめんなさいね、これ汚くて、ちょっとあんま汚いね、胸毛ふさふさ、このガムの胸毛が好きです私は。いやだね、ごめんね、ガム、かわいい、カムカムカム、かわいい。メンバー見てないの、もう見てないの、カムカム、今カム映ってんのにな、カムクムム、やだ、やだった、カムなぎ、やだやだか、ごめんね、カム、かわいいね。いやこれみんなに見てほしいのにな、なんでこういう時いないんだろう、一人もいないの今メンバー、めちゃうざいじゃん。これ見に来てほしいんだけど、こんなかわいいのに。まあ、いいか、配信の時もガムちゃんがいい子にしていてくれたら映します。ガム、キッズのみんな見てもらおうね、ガムね、見てもらおうね、ガム、
ちょっと待って、眉毛濃すぎたかな、なんか眉毛濃いかな、まあいっか。いやー、こんなね、もう準備が満タンなのに、私はあと30分、2時間半ぐらい2時間半ぐらい暇になります。痛い、ガムちゃん噛まないで、痛いよね。でもさっきね、リハの時にね、映像確認のリハの時にガムをちょっと映したら、みんなかわいいみたいになってたんで、ちょっと映します。あとでね、ガム映ろうね、ガムね。2時間のうちにガムといっぱい遊んで、ちょっと疲れさせて、で出演の時にちょっと疲れてクタクタになって、可愛くて可愛いガムちゃんを見せられたらなと思ってます、という計画です。私的にはガム可愛いな、ガム可愛いぜ。公園実況開いて、ほい、もうね、年末でね、いろんな録画番組を撮らなきゃいけないんですけど、そう、もうね、撮れる残量が1時間しかなくて、1時間で何が撮れるんだって話になってくるので、ちょっと頑張って今から録画の容量を空けようかなって感じです。そう、もっと早くからね、ちゃんと見ておくべきだったんだけどね。全然最近テレビはつけてないから困っちゃうよね。そうそう、外付けのハードディスクっていうのかな、それがもういっぱいなんですよ。そう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 、え、アメトーク、あれ明日だよね、アメトークのやつ。今日だったら終わる、マジで。画面フリーズしてるのかと思った、あ、ごめんなさい、いや、インスタの方見てました、すいません。てか今日髪の毛切ったんだけど、なんかあれだよね、ちょっとなんか頭でかくなったよね、どう思うなんでだろう、整えてないからかな。今日何もね、ストレートとかねかけずにね、病院から帰ってきたんだよね。なんか頭でかいよね、いつもより。なんか視覚身が増したというか、わかります？どう？どうこれ？なんか長さも変え、待って、顔が丸くなったのかな？なんか顔でかいよね。ちょっとおかしいな。そんなことないよ。ありがとう。ありがとう。みんな優しいね。髪色は前と。あー、わかんないです、髪色はいつもみたいに髪色が何かわかんないんですけど、なんかいい感じの色に染めてもらいました。何色なんだろうな、これはちょっとわかんないですね。今回も何色かわかんない色に染めてもらいました。髪切った日ってボリューム減るイメージある。待って、増えてね、逆に。なんでだこれ。ガムちゃん噛もうとしてますか。
あ、自分の尻尾噛もうとしてんの、やめなさい、ガム、それは痛いよ、やめなさい。髪色ちょっとわかんないよね。なんか最近さ、このショールームとかするとき全く照明を使わなくなったので、そう、出すのめんどくさくてそうだからわかんないよね、本当の色が。でもそんな今回は暗くはしてないです。ちょっと本当はね、明るくしたかったけどね、ちょっとなんかしちゃダメかなと思って明るいのやめちゃったんだよね。グリーン入ってません。え、わかる？なんかカーキとか言ってたな。ちょっとわかんない、私はわかんないんですけど、カーキって言ってた気がする。多分ちょっとグリーン入ってるかもです。ちょっと待って、ガム、ちょっと待って、今あぐらかいてるんですけど、ちょっと足が痛い、痛いから足伸ばすね、ガム、ごめん。帰宅したらガムちゃんは迎えに来てくれますか？来てくれますか、まあね、外出ようとするよね最近ガムちゃん、あれ良くないよ、ほんと危ないから。ドンちゃんに似てないだって。嬉しい。最近ドンちゃんマジで可愛くない？今までも可愛いなって思うこと何回もあったけど、もうねマジ今ドンちゃんの可愛さ爆発してる。でもそれ似てるって言ってもらうの嬉しい。なんか名古屋大感謝祭の時にもうマキちゃんがずっと、え、どんちゃん、あ、おしちゃんだったみたいな一生どんちゃんと間違えられてました。髪の長ささ私の方が全然長いと思うんだよな、どんちゃんより。なのにすごいね間違えられちゃうんだよねめっちゃ間違えられる。似てるかな。来季カーキのヘアカラーが流行りらしいですね。え、そうなの、やばい、先取ってんじゃん、めちゃくちゃ、やった。最近このちょっと緑っぽい色にハマってます。でもねこの間ねマキちゃんにね青色系もね似合うんじゃないって言われたので、うん、この緑に飽きたらちょっと青系にしてみようかなって思ってます。そう今ね リボンにたぶれてる人がいますね。ガムちゃんすごい、ガムじゃん、あんたしっかり咀嚼するね、待って、しっかり咀嚼されてるこのリボンの端っこ。そんなしっかり食べる？ねえやめな、美味しくないよガムちゃん、やめな。めっちゃしっかり食べんじゃん、あんたやめてよ。リボン美味しいのかな。あ、最近ほんとマキちゃん呼びしてる、ずっといいよねマキちゃんって、可愛いよね。暗髪で青っぽくするの似合いそう、ブルーブラックとか、本当に似合うかな。なんか暗めにするとなんか一気にちょっと子供感が、髪の長さ的にちょっとなんか部活感が出るからちょっと最近ねあんまね暗くしてなかったけど、ちょっと暗髪もじゃあしてみようかな。服がボロボロになっちゃうね。そうですよね、気をつけなきゃ。でももうすでにね私の何ダウンっていうんですかね、外で着る服の紐を噛みちぎられてしまって、ばっかなのに悲しいね。ガムちゃん噛みちぎってたね、朝起きたら噛みちぎられてたね。ガムちゃん面長長いてる、待って大丈夫か、取れたよかった。
そうなんかね、あのね、どんちゃんがさインナーカラー入れたじゃないですか。それがもうめちゃくちゃ可愛くて、まず多分どんちゃんが可愛いからなんかインナーカラー入れたら可愛くなれるみたいな勝手な錯覚をしてるんですけどだからちょっとインナーカラーを入れたいんだけど、まあちょっと今はねしばらくは多分静岡の出張公演とかもあるので多分そういうことはできないんですけれども、まあ落ち着いたらやりたいなと思ってます。26歳になる前に、あーやばもう26歳だって、26歳になる前にやりたいなって思ってます。変なもの食べちゃわないか心配。いやもうほんとほんとにね、この子ねなんかマジでどこの水でも飲むよね、ガムちゃん。どこの水でも飲むし、なんか食べるから困ってんすよ今ガムちゃん。でも本当に細心の注意を払ってそういうことはさせないように頑張ってますけどね。ゴミとかも絶対捨てて出かけるし、でももう26ですよ。だって私 SK 入った時16から17の間ぐらいだったから、そう確かそんぐらいだったと思う。なんか入ってすぐ生誕あって17になった気がする。違うかな。だからもう結構もう10年ですねほぼ10年、9年10年ぐらいですよね。やばくない？26だよ。あー美浜かゆうさんの時入れてた。インナーカラー、インナーカラーめっちゃハマってた時期あった今日の公演おしちゃんオンライン出演なん？そうです。公演終わりのトークだけ出演します。ちなみに YouTube で無料でも見れますので、トークだけはねぜひ見てください。あと1時間ぐらいショールームできる。うちの子も洗濯物のつけ置き水飲んでしまいます。うわやばいっすね。なんかさ洗剤とか入った水とかさ、なんか絶対美味しくないじゃん。飲まないでほしいんだよね本当。いや洗剤入った水飲んでないけど、なんて言うんだろう、洗濯機終わった後の洗濯機とかすぐ入ってきてなんかちょっとペロッとかするんですけど、絶対美味しくないと思うし、ほんと体に悪いからマジ絶対飲まないでほしいんですけどね。ガムね、やめてね。あれほんとサム、ああ。ガムちゃんの好物は、ガムちゃんの好物は何でしょう。でもガム割と好き嫌いしないからな。あ、でもなんか一個だけね、安いねウエットフードをあげた時はねなんか食べないんですよねこの子。ちょっとだけ、それだけ。それ以外は何でも食べてくれるから、好き嫌いしないで食べてくれるから本当にいい子です。ガムちは今手噛んでるけどね。ってフロ嫌がる、嫌がります。この間ねちょっとね、うんちまみれ事件っていうのがありましてうんちまみれ事件起こしまして、ガムちゃんがちょっとだけね足だけね洗ったんですけど、めっちゃ嫌がってましたね。なくせにさ食器洗ってる時はねすごい寄ってきて水触ってびしゃびしゃにして帰ってくんですけど、ちょっとなんかお風呂は苦手らしいです。サキイカあげたことありますか？ないです。あげていいのかな、なんかしょっぱそうだよね。まあ一応まだ子猫なんでなんかあんまあげられない。ガムちゃん
ガムチアン。そう、お前ほんとごめんなさいね、こんなさ、すごいお食事の時間なのにうんちまみれ事件みたいな、そんな話しちゃって本当にごめんなさい。でも本当大変だったの、これは本当にめちゃくちゃ大変だった。ガムチ、あ、そう、この前ね、ごめんなさい、あくびしちゃって、あ、眠くて。この前ね、コストコに行ってきました。コストコに、それでさ、パン買ったんだけど、あ、まあ、お母さんと結局半分こしたんだけど、このパン知ってる？この丸いパン、ディナーロールみたいなやつ、これがマジで好きで、もう最近これと、あとね、お菓子、なんかブラウニーのお菓子とクッキーのお菓子とみかんしか食べてないの最近。やばいよね、もうそりゃ顔も丸くなるわって感じなんだけど、これが本当に美味しくて、これ大好きなんだよね。もう何年かぶりに食べた、これね、結構前にね、なんで食べたんだっけな、アイサだ、アイサ、アイサを覚えてる人あんまりないですよね。同期の子なんですけど、その子とね、コストコ一回だけ行ってね、これを買って、もう毎日冷凍してね、チンして食べてたんだけど、コストコいいよね。近くにある人とか羨ましい。このパンめちゃくちゃ好き。アイサわかる？え、みんなアイサわかるんだ。アイサわかるんだ。そう、浜松のコストコ行きました。友達と一緒に。みんなで行ってきました。本当はね、パンね、全部ね、独り占めしようと思ってたんだけど、まあさすがにちょっと多すぎたから、お母さんと半分こしました。でもちょっと今思うと半分こしなきゃよかったなとか、なんかちょっとケチな心が出ちゃったんですけど。何買ったっけな、あ、お母さんにプルコギ買ってったかな。でもそんぐらい、あんま何も買わなかった。お菓子ばっか買っちゃった、よくないよね。お菓子買っちゃったよ。今はりょうはと仲良しみたいだ、知ってます、アカウントフォローしてますし、あの卒業した後っていうか、ほんと1年2年前ぐらいに1回遊んだよ、一緒に。かわいい、アイスかわいい。車ないとなかなか行けない。そう、それな、なんか結局さ、まあでも車で行ける位置にしかないか、コストコって。電車とかで行ったとしてさ、なんか持ち帰れる術がないよね、量が多すぎてさ、絶対車じゃないといけないみたいな量だから。私は、車運転できないので、友達が全部運転してくれて、しかも帰り道寝るっていう、本当に一番最悪な乗ってる身として一番最悪なことをしました。気づいたらみんなに見られてた、なんか寝てたの一人だけ寝てたからやばいよね。ああ、はあ、ミナルに連れてってもらえば、え、確かにルンルンに運転してもらおうかな。てか私も運転免許持ってるんですけど行けるようになりたい。行けないけど、いや、ほんとちょっとそろそろマジでさ、え、免許の更新っていつだろう。え、そろそろマジでやばいと思う。これ危険とかどこに書いてあるの、これ。待って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 、え、
もう来年じゃん。やばいやばいやばい、更新しに行かなきゃ。結局一回も運転しないまま、運転の練習をしてたんだけど、やばい、免許の更新です、もう更新です。やばい、ほんとやばいやつやん。うわ、結局そんななんないまま更新です。やば、あ、はがき来るんだ。ちょっとまずいですねこれは。もう証明書でしか使ってない、なんか居酒屋行くときに年齢確認お願いしますみたいな時のしかやってない。やば、更新ってお金かかるんですか、ちょっと全然知らないんですけど。まあありがたいけど、なんか証明にさ使えるからさ、ありがたいなって思うけど。マジで、マジで眠いのかな、こんなにあくびしちゃうことってある、なかなかないよね。ちょっと出演時間まで寝よっかな。こんなあくびしちゃうってことは寝た方がいいってことだよね。寝よう、後で。3000円ぐらいなんだ。あ、割とリーズナブルですね。あ、免許証の写真新しくなるんだ。変えたい。なんか私すごいさ、あれって朝一で結構さ、免許センターみたいなとこ行ったから、なんかすごい目がむくんでて、もう一重みたいな、一応二重奥二重みたいな感じなんですけど、めっちゃ一重みたいな、まぶたパンパンみたいな、あの写真になってたから、ちょっとあれ変えたい。あとなんか髪色がすごいなんかギャルみたいな汚い髪色だったから、ちょっと綺麗な髪色でいきたいな。次は可愛く映りたいな。笑顔でも OK になったんだった。そうなの。でも私笑顔あんま苦手だから、普通の顔でいいんだけど普通の顔でいいんだけど、なんかやっぱちょっと可愛く写りたいですよね。あれなんか証明写真とかで出すからさ、証明書で出すからさ。はい、今日はリモート出演です。8時過ぎとかなるかな、出演は。多分自宅で撮影した方が失敗しなくていいですよ。いいの？お家で撮れるの？今自分の写真割と気に入ってる。本当？そんな人いるの？私も気に入ってるって言って出したいな、免許証の写真。待って、こんな免許証の話してるけどさ、ほんとまず乗れるようになれよって話だよね。免許証でワーワーさ、なんか騒ぐのちょっと変だよね。それより乗れるようになりたいな。あ、てかさ、ちょっとガモちゃん足伸ばしていい？ごめんね。なんだっけ、何言おうとしてんだっけ。皆さんって寝るときいびきとかかきますか？でも書いてることわかんないか、普通に考えて。私めっちゃいびきかくんですけどみんないびきかきますか？
あ、自分のいびきで起きるときある。私も起きます。なんかこれゆきちゃん情報なんですけど、あの顎ない人、私全然顎ないんですけど、あ、ちょっと二重顎、顎ないくせに二重顎、うざに、あのすごい顎ないんですけど、顎ない人っていびきかくらしいんですよ。だからもう私どうしようもないらしくて、わかんない、治療とかできんのかな、いびきかくのどうしようもないらしいんですけど、もう本当に今一番悩んでるかも、いびきかくことに。これどうしたらいいのかな、直せんのかな。そう、アホない人いびきかくらしいですよ。うわ、歯ぎしりする人もいる、いるよな。同室とかになるとさ、時々メンバーとかでいるんだよね。鼻呼吸をもっとできるようにする気がある。え、でも鼻呼吸なのに乗っちゃうんですよね。横向きに寝るといい。あ、そうなんだ。え、口呼吸してんのかな、気づかないわ。え、めっちゃあくびするんですよ。あくびじゃない、めっちゃいびきかくんですよ本当に。なんか昨日まつげパーマ行ってきたんですけど、私まつげパーマずっと目こうつぶってなきゃなんですよ、1時間半とかぐらいで目つぶってたら寝ちゃって、でまあ寝たらいびきかくんで、いびきをめっちゃかいてしまって、すごいそれが恥ずかしくて、しかもいびきで起きるから今かいてたと思って恥ずかしいってあるんですよ。それを3回ぐらい繰り返したんですよ昨日。マジさ、あの女めっちゃいびきかくやんって絶対思われてる、めっちゃ恥ずかしかった。ちょっといびきほんと嫌なんだよな、いびきかかないようになりたい。治療したら治るんから、耳鼻科とか行けばいいのかな。いや、もういびきかくことはなんか一緒にお泊まりする人とか、あの同室の人とか、あのお家に泊まりに来てくれる子とかには、もういびきかくけどごめんなさいっていつも言う。あと車とか一緒に車内に移動する人とか、マジいびきかくけどごめんねっていうのは一応もう言って、ちょっと恥ずかしさを軽減させて、最近はなんかちょっとなんとかやってるんですけど、マジでめっちゃいびきかくんだよね。いや、電車でも確かにワンチャンやってるかも。私最近静岡帰るとき、あの在来線で帰るのめっちゃハマってて、なんかいっぱい寝れるから好きで家で寝ろよって話なんですけど、なんか在来線で寝るのが好き で在来線で寝ながら帰ってるんですけど、もしかしたらめっちゃいびきかいてんのかも。うわ、はず、マジはずいじゃん。きゃー、やだな本当に。あ、車はなんかあのロケ帰りとかでこう座ってる時みたいな自分のいびきでそれも起きちゃうんですよ。恥ずかしいな、すごい恥ずかしいな。在来線いいですよね、私もめっちゃ好き。なんかほんといいですよねいいしか言わないなんか昼間とか帰るときはなんかちょうど太陽の日差しが背中からとか差してくるので、もう気持ちよくてずっとこうやって寝てます。寄りかかって寝てる、隅の方で。
いや多分いびきかいてんだろうなこれ。なんか起きた瞬間とかすごい人に見られてる気がするもん。絶対いびきかいてるよ。うわはず、ちょっと在来線で帰るのやめようかな。だってね、絶対いびきかいてんだもんこれ。成人18切符懐かしい。違います、普通にお金払ってます。青春18切符は何回乗ったら元取れるんだろう。結構乗んなきゃ元取れなかったですよね。でもそれ使った方があれなのかな、どうなんだろう。時々しか、時々しか使わない。豊橋からベンチシート車両がほとんどだから寝るのきつくない。ベンチシート車両っていうのは どっちだろう。こう2席ずつになってるやつの話かな、それとも一直線にこうなってるやつかな、どっちなんだろう。5枚つづり。あーでもあれ期間決まってるよね。でも確かにいっぱい帰る日があったら青春18切符の方が全然お得だね。金券ショップで買えばいいのか、確かに確かに確かに。在来線だと焼津までは3時間は行かないかな、2時間半ちょいぐらいかな、だったと思います。あ、横一列の電車のことね。あ、全然横一列の電車でもめっちゃ似てます。よくないのかなこれ。よくないのかな、もしかして。ちょっと待って、絶対ホットカーペット切れた。あーだと思った、寒いと思ったわ今。よいしょ。かゆ、足かゆ。うわなんだかんだであと30分でもう開演だ。いや公園出たいな。うわみんな牛さんの髪型してる。これか、これが牛ヘアか。よっしゃうちもやんぞ自分でこの髪型つくんぞ。静岡の各駅停車なんとかしてほしい。それな、なんかもうちょっとさ飛ばして、飛ばす、なんて言うんだろう、快速とか作ってくれてもいいのにね。浜松までしかないよね快速。できるかな髪型。でも普通にさ、ここだけ取ってさ輪っか作るだけでしょ、こうやって。ちゃうの、こうやってやるだけでしょ。できるやろ、できるやろこれ。下の公園は前髪を横流しにしようと
思ってるので、ちょっと明日は牛さんではないです。快速が止まるほどの街が少ないのかな。あー、でもさ、わかんない。あ、でも街は確かにないかもね。でもなんか藤枝とかさ、岩田とか掛川とか、なんか要所要所でさ行けんじゃん。ちょっと頑張ってほしいよね。でもそしたら焼津は止まってくんないか。焼津止まってくんないか。じゃあいらんか。いや、でも焼津は快速選抜は入れないですね。入れないと思うな。皆さんインスタグラムの質問箱みたいなのぜひ投稿してください。もしかしたら返すかもしれない。質問箱でスタバの話が来たんですけど、スタバを飲みたくなりました。なんでこの部屋こんな寒いんだろう。ガムシー、ガムちゃん、ガムちゃん、寒い。マジよくさ今年までさ、あのホットカーペットなしで生きてきたなっていう、本当に不思議。よく頑張ってこれたなと思う。そしてガムがいるだけでそんな9年も買ってこなかったホットカーペットをいとも簡単に買おうと決断してしまう。もうガムのためならお金使っちゃうよ。ガムちゃん、ガムちゃん、ガムちゃん肩来て、ガム、ガム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 こう来て、ガム来て、ガム映って、ガム来て、ガム見、ガム来て肩。お、いいやん。あ、降りちゃった。ガム、ガム肩来て。ガム映れるよ。チャンスだよ。ね、ガム肩来て。あ、こたつか。こたつまでは考えてないな、さすがに。でもすごい、ガムちゃんこのねホットカーペット好きじゃんね。昨日もさ、なんかこの絨毯にさ顔こうやってスリスリしてさ。ね、ガム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 来て、ガム来て、ガム来て、みんなガムのこと待ってるよ。でもさ、机まで買わなくてもさ、ほんと猫だけ用のさこたつが今売ってるらしいですよね。あれ買っ、あれは買ってあげようか迷う。はい、捕まった。はい、捕まえました。はい、ガム捕まえました。うわ、冷た。あんた、あんた向こうよくキッチン冷たいよ。キッチンで遊んできたでしょ。
すごい肉球冷たいもん。大丈夫？ねえ、あんた大丈夫？こっちいなさい。はい、捕まえた。はい、捕まえた。こんな感じです。ただいまのガムちゃん、こんな感じです。おー、じゃあガム。ちゃんと捕まってないと落ちちゃう、ガムちゃん。こんな不安定なとこにいるんだから。ね？わーしょ、わーしょ、噛まないで。わーしょ、わーしょ。あ、でも猫用のホットカーペットもね、買いました。なんか普通のホットカーペットってさ、何時間かとかで切れちゃうじゃないですか。でもこの猫用のやつだと、もう一生切れないから、それ使ってるよね、ガムに。そう、この子いるとあったかくて。ねえ、ちょっと待って、痛い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 、穴開く穴開く、ね、手に穴開く、やめて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 、ねえガム、ごめんごめんごめん、ガムこれで遊んで。マジ痛い痛い痛い、今の爪切ってます。こいつは爪切んないと本当にやばいから。これ噛みなさい、ガム。これで噛んでなさい、あんた。ちょっと遊んでもらいたい時間になっちゃいましたね、これ多分。そう、抱っこ大好きなんだよね、ガム。抱っこが大好きなんですよ、一応。でも気に食わないことがあるとすぐこうやって噛んでくるから、ちょっとね、気分屋さんじゃんね、ガムね。ねえ、ガムちゃん、よち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 。急所を狙ってるが、いや、思う。なんかこの手に首があったら、なんて言うんだろうもし、いや、わかる。なんて言うんだろう、本当に殺されにかかってると思って、思うぐらい本当にきつい。噛み方が息の根止められそうになる、きつい噛み方してくるんだよな、本当に。殺意を感じるのよ、ガムから。やめてやめてね、本当痛いから。もう手もボロボロなんだから、こっち。うわ、びっしょびしょ、きったね、ガムのよだれだ、これ切ったね。おとなしくなるかな、ガムちゃん。ガムちゃん、いい子になってよすごいブーブー言ってるけど大丈夫、ガムちゃん。ねえ、あんた牛メイクは間に合う？やばいやばいやばい、牛メイクしないですよ。牛メイクはしないです。それひもよ、それひも。まあでもほんとガムちゃんがいるとこのように退屈しないで過ごせるからいいですね。ありがたいです。あれですね、この後の、アフタートークトークショーでちょっとガムちゃんを映せるように頑張るので、皆さんぜひ配信の方を見てください。ねえガム、ねえ、ねえガムちゃんね、ひも美味しいかな。そんなひも噛んで美味しいのかな。はい、赤ちゃんです。
はい、赤ちゃん。そのガムちゃんファンがね、いっぱいいますから、ニーガム。すんごいブスだけどね、顔。よしよし。そう、確かにサーヤが喜んでくれるかもしれない、これ見たら。ね。ガムちゃん、サーヤに見てもらおうね、いっぱいね。怖い。こんなさ凶暴な顔は絶対見せないで、配信中に。今だけに暴れていいの、ショールームだけだよ。あっちではいい子にしててね。可愛いでしょ、ほら抱っこは好きなのよ。この格好でもさ、こんな時間いられるって結構じゃない。うちの実家の猫は絶対嫌がって逃げちゃうから、抱っこは好きなんだと思うけどな。何食ってるね、ガムちゃん。待って、サーヤもよく噛みつかれてたような。え、そうなんだ。ハッピー、ハッピーさん激しいな、激しいな。あんた肩乗りがズームで披露できたらスターやで。あって、だってガムちゃんいつもの肩乗りをしたらいいんだって、ズームで。あれ得意やんね、大好きやんね、ガム肩乗るの。あれやんな、あれやったらね、あんたの株ね上がるよ。ちょっとなんですごい嫌がってんのこれ。あれやんな、頑張んな、頑張んな。おやー、やめろやめろ、人の手を噛むな。めっちゃやばくない、ガム傷が、ガム傷がたくさんあります。噛む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 ちゃん、噛む噛む。ふう、まあもうそろそろ配信も終わるか。ちょっと皆さん見ていただいて、ちょっと紐がね、皆さん配信を見てくれてありがとうございました。ぜひちょっとこの後ね、暇なんで多分インスタの質問とか返すんで、よかったらあの質問を投稿してください。やめて。はい、そうで、 YouTube とかでもこの後トークショーの方は見れますので、トークショーだけ出るので、ちょっとよかったらそっちの方も覗いてみてくれたら嬉しいなと思います。バイバイって、ガム来ないの、ガム、OK、では皆さん見てくれてありがとうございました。バイバイ、またね。